シクストーンズジェシーが田中いと耳かきトークで完全復活。ヨシキも登場。どうもとつよしも寄り添い。絆で乗り越えた縁の助危機。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。シクストーンズへのジェシー26 と田中一月二27が深夜ラジオでいつもの J2 コンビらしいバカ話を繰り広げた。これは5月27日放送のラジオ番組シクストーンズののオールナイト日本サタデースペシャル日本放送でのこと。ゲシーは4月22日以来の登場。信仰の深かった市川猿之助47の両親が亡くなり、 彼自身も病院に緊急搬送された騒動以来、自身のブログに連日、意味深な5文字の投稿をしていて、ファンを心配させていた。しかし、この日はいきなり耳かきトークを披露。ジェシーは TikTok が話題になると、自分が田中の耳かきをして、これだけ溜まっていた、と耳くそを披露する動画を撮ることを提案。すると、田中が、 この前も雑誌の撮影の合間にジェシーが黒い綿棒を持ってきていて田中の顔を押さえて耳かきしたと暴露した。続けて田中は綿棒ティクトックやると誘うとある一定の怖そうに響く可能性があるため思わぬ新規のファンを獲得できる可能性があると主張。ジェシーもコンサートでファンがアピールするうちわの種類に耳くそ見せてが加わると乗り切れ 田中と撮影プランを語り合っていた。以前と変わらないわちやわちゃな内容で、ツイッター上では、今までラジオ聴いてて、こんなに笑いながら泣けてきたの初めてだわ。ジェシーの声と笑い、声で安心してほろりとする夜が来るとは、ジェシーはまだ出ないかなって思ったりもしてたから、J2 で嬉しかったし、ほっとしました、などと、ファンの喜ぶ声が相次いでいた。 近く近畿の道元つよしもフォロー。さらに番組中盤では電話でヨシキが登場。ジェシーはヨシキがゲスト出演した東京ドーム公演の後、二人でホテルのバーで飲んだと語ると、最近、霜降り明星の聖夜、30、と楽しんだという公演のみにヨシキを誘い、田中が恐縮するなど、こちらも通常運転だった。 仲の良いヨシキとの会話にファンも安心した様子でしたね。5月28日更新のブログでも、キンキキ DS の堂本剛との2ショットに落ち着いていることを伝えるメッセージを添えて投稿していました。ゴーはジェシーが一番信頼を寄せている先輩のようで、ファンは言葉以上のものを受け取ったはずです。芸能ライター。 ジェシーがゴーとの自撮り2ショットを公開した後、ゴーも自身のブログで、二人の心のつながりをアピールするようなコメントをしていた。ファンはツイッター上で、こんな時、つよし君に会えたらジェシーの癒しになってくれるんだろうな、ジェシーがすごく辛そうだから、つよしさんも心配したのかな、などと喜んでいた。 今回の縁の助の事件はショックな出来事だっただろうが、ジェシーは前に進む準備ができているようだ。四角シクストーンズジェシーとヨシキが酔っ払って、あのポーズを、簡単ふ、ジェシーが笑えばみんなが楽しくなる。